センクパド T、センクパド T シリーズ、シンクパッドマイナスは、レノボ、元は、IBM の、ノートパソコン、センクパドブランドの1シリーズ。派生モデルである、センクパド W シリーズについても解説する。14インチ以上のディスプレイと蛍光性を兼ね備えた、製品である。X シリーズで省略されていた内蔵ディスクドライブを、装備、または、装備できる。 TPM を装備しており、ビジネスユーズでの使用を念頭に置いている。T シリーズは600シリーズの後継機種で、センクパドシリーズの最上位モデルとして位置づけられている。G シリーズ A シリーズの高性能と X シリーズの携帯性を兼ね備えており、2スピンドルノートパソコンであり、当初からフロッピーディスクドライブは割り切って省いている。その分を、筐体の薄型化や、 他のデバイスのポートに当てており、重量をバッテリー込みで 2kg 強に抑えている14.1インチ液晶モデル。特に T-NEX シリーズは、同時期に販売されたシリーズの中では、故障が少なく丈夫であった。また、自己責任ではあるが、CPU やハードディスクドライブの交換には特に細工は不要で。2013年の現行モデルでも、 その構造は変わらないタイプ S シリーズは除く。センクパド T-NEX シリーズは、インテル社製、CPU、Pentium E の 750MHz から1、2GHz を搭載していた。外観は、センクパド A-NEX シリーズの2スピンドルモデルに似ていて、マザーボードやキーボードなどのメインパーツにも一部を除き互換性がある。T20、T21 T22 まではチップセットがインテル440バイト X であり、T23 はチップセットが 830MP で、CPU パッケージも μ PGA とマイケロフック PGA の違いなどがある。その他のパーツについてはほぼ共通であるが、液晶パネルはサイズ、画面解像度が数種類ある。液晶の種類は三点三インチザが四点一インチ。 ザガ14.1インチスックスガがある。センクパド T3X シリーズは、X3 シリーズをそのまま大きくしたような外観を持つ。この時期から T シリーズと X シリーズの外観が酷似するようになってきた。また、ユニークなハードディスク保護機能、HDD ショックアブソーバーを装備しているのも大きな特徴である。CPU は、インテルペンティアム4。 チップセットは i845MP が搭載された。このモデルは短命に終わっている。センクパド T4X 系統は T シリーズ初のペンティアム M 搭載モデルである。これにより以前のモデルに比べ大幅な小型化、軽量化が実現しており、筐体の厚さは T3X シリーズよりも 10mm ほど薄くなっている。また、ウルトラベスリムの搭載や、 ワークステーションモデルの追加なども T シリーズ初となる。T42T43 には指紋センサーが、T43 にはさらにエクスプレスカードスロットが搭載された。14.1インチモデルと15.0インチモデルとで筐体が作り分けてられているが、中身、システムボードは共通である。センクパド T6X 系統は、 T シリーズ初のインテルコア搭載モデルである。また、ワイド液晶モデルが追加され、T シリーズにおいて、最も、ボディタイプが多岐にわたるモデルである。T60 は、スクエア液晶及び、ワイド液晶を搭載しているモデルがある。14.1型スクエア液晶、15.1型スクエア液晶、15.4型ワイド液晶が存在する。また、 Z シリーズより採用されたセンクパドロール、ケージと呼ばれるフレームを搭載し、堅牢性を向上させた。グラフィックスチップは ATI モビリティラデオン X1300、X1400 を採用した。ただし、非搭載モデルに比べて、バッテリ持続時間は短くなっており、AC アダプタも 90W の大容量タイプが付属した。T61 には、 スクエア液晶とワイド液晶のラインアップがある。センクパドロールケージに加え、液晶部分にセンクパド LCD ロールケージが搭載され、さらに剣道性が向上した。14.1型液晶、14.1型ワイド液晶、15.4型ワイド液晶の3、モデルがあり、筐体及びシステムボードのサイズが異なっており、一部コネクトなどの配置も異なっている。これは、 筐体が左右に伸びた分、左端から、ウルトラスリムエンハンスドベイまでの長さを吸収するためである。グラフィックチップは 965GM オンボードモデル、及び、ウビディウフックス 140M クワードラフックス 570M シリーズを採用したモデルがある。インテルターボメモリーに対応。センクパド T400、T500、W500 系統は、 インテルセントリノに搭載のモデルである。T61 シリーズの機能を受け継ぎつつ、さらに新機能を搭載した。ちなみに W シリーズは T61P の後継機種である。液晶部分はワイドのみであり、14.1インチ液晶、15.4インチ液晶、さらに好評だった LED バックライト液晶が加わった。本体の大きさは異なるが、 基本仕様は、ほぼ同じである。さらに重量も以前よりも軽くなり、14.1モデルで 2.28kg、15.4モデルで 2.67kg である、グラフィックスチップは、ATI テクノロジーズ社との共同開発に従い、モビリティラデオン HD3470、HD3650、モビリティファイア GLV5700 が採用された。また、 2008年8月に販売されたソニーバイオ Z と同じ機能であるスイッチ一つでグラフィックの切り替えが可能なスイッチャブルハイブリッドグラフィックス方式を取り入れた。これにより IBM ヤマト事業所による駆動テストにてバッテリー駆動時間が全機種より60%長くなったという。さらにブルーレイディスクドライブ SSD 内蔵カメラを搭載したモデルも登場した。なお、8月12日に発表された W700 だけは他のモデルと異なるセグメントの製品である。17インチ液晶、キャリブレーションセンサーを搭載し、さらにノート PC 史上初めてデジタイザーを搭載した。グラフィックスチップには NVIDIA クワドロー FX3700M、FX 2700M が採用された。では、 W700 をグラフィックデザイナーやカメラマン、設計士などのプロに向けた製品と位置づけている。2009年2月にはこの W700 にディスプレイ右側から引き出す方式のサブディスプレイを搭載した W700DS が登場。7月には T400 の薄型軽量モデル 1.7kgT400S が登場した。 ラインナップ、コア i3、コア i5、コア i7 搭載モデルである。従来のモデルより、さらにパワーアップ、画面の大きさも少し変化した。14インチモデルは変わらないものの、15インチモデルが15.4インチから15.6インチに変わった無線欄機能も、高速データ通信 YMAX が選択可能になったグラフィックも一新し、T シリーズは インテル内蔵モデルと独立グラフィック内蔵モデルが選択できるようになった。独立グラフィックス仕様チップは NVIDIA クワドローモデルの NVS3100M で、ある W シリーズはコア i7 のみであり、デュアルコアからクワットコアにパワーアップ。システムメモリー搭載も2スロットから4スロットになった。容量は最大 16GB である。グラフィックチップは W510 は、クワドロー FX880M、W701 は、クワドロー FX2800M である。ちなみに、Core i3 モデルの場合は、モデルの後ろに、i が付く。ラインナップ、Core i3、Core i5、Core i7 第2世代 CPU 搭載モデルである。従来の構造を継承しつつ、新 CPU の登場により、チップセットが変更された。 アイソレーションタイプではない7列キーボードを搭載している最後のモデルである。後に、センクパド25で限定復活。その他は、下記の通りラインナップ。Core i3、Core i5、Core i7 第3世代 CPU 搭載モデルである。従来の構造を継承しつつ、新 CPU の登場により、チップセットが変更された。その他は、下記の通り、 ラインナップ第4世代 CPU 第5世代 CPU 搭載モデルである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。